大谷さん相手のボークをダグアウトからアピールわらわらわら。いち早くボークを指摘した大谷さん、すごいアピールでしたね。よく見てます。冒頭とボークで得点。大谷さんはボークに敏感だからな。2連続でボーク取られたことあるし。声打点2だね大谷さん。ワイルドピッチとボークアピールで素晴らしい。大谷さんボーク指摘が早かったから打点つくかな。なおドジャースはワイルドピッチで得点。大谷翔平ワイルドピッチで。三塁ランナーに叫ぶ。ほいほいほい。やっとしこれはよく打てるとって叫んでる気がするよね。こういう時に一瞬にして日本の高校球児みたいになって大谷翔平です。大谷さんのこいこいで1打点でしょ今の。大谷ここはゴーゴーじゃなくてこいこいって言うんやな。